おいピート。ピートは僕と出会ってから不愉快極まる代物を見つけると家中にあるドアを全て開けてみせろとまとわりついてくる。ごめんね、外はまだ冬なんだ。ピートはどんなにこれを繰り返そうと夏への扉を諦めようとはしなかった。将来を期待される科学者。俺をはめたのか。そうちゃん。そこは30年後の世界だった。はじめまして。リクはどこにいる。奪われた幸せな未来。急にあいつが出てきて全部計画が狂ったのよ。高倉さん、プラズマ蓄電池まで実用化されたなんて神ですよ。え、やっと起きたか。誰かが俺になりすましてるとしか考えられないよ。それは黒幕がいるということですか。私はずっとそうちゃんが好きだった。わからないままにはしておけない。扉を探す。何をする気だ。逃がしませんよ。この理論は時間をも超越しうるということだ。いや、これは偶然なんかじゃない。もし俺の仮説が正しければ黒幕は夏への扉、君のいる未来へ。これから未来の話をするから驚かないで聞いてほしい。